リウヤ・ドルシルッタは古代ローマ帝国初代皇帝、アウグストゥスの妻で二代皇帝、テベリウスの母。また、アウグストゥスの遺産の継承者でもあり、ユリア・アウグスタを名乗った。一般には単に、リウヤと呼ばれる。リウヤ・ドルシルッタは、クラウディウス氏族からリウィウス氏族の養子となったマルクス・リウィウス、ドルス・スクラウディアノスの娘として、紀元前58年に生まれた。 16歳の時、クラウディウス氏族のティベリウス・クラウディウスネロと結婚し、紀元前42年11月16日には、長男で後に皇帝ティベリウスとなる夫と同盟のティベリウス・クラウディウスネロを出産した。夫、ティベリウス・クラウディウスネロは当初ブルートゥス派、その後アントニウス派に属し、後にアウグストゥスとなるオクタウィアヌスとはずっと敵対関係にあった。このため、リウヤは、 幼いティベリウスと共に夫に従って、イタリア中を逃げ回り、紀元前40年にはギリシアに脱出せねば、ならなかった。しかし、紀元前39年7月、オクタヴィアヌスとアントニウスの間で、セノム協定が成立し、アントニウスと、コ・オクタヴィアが結婚すると、リウヤたちは、ローマへ帰還した。帰還後にリウヤとオクタヴィアヌスは出会い、リウヤが、 夫との第二子を見ごもっていたにもかかわらず、互いに惹かれ合っていった。それまでに二度の政略結婚と離婚を経験していた、オクタヴィアヌスは、リウヤとの結婚を望んだが、妊娠6ヶ月の相手と婚儀を挙げることが、特心に当たるのではないかと恐れ、新刊に指紋した。結果は、胎児の父親が夫であれば構わないというもので、あったので、リウヤが、 紀元前38年1月14日にダイドルススを出産後ふと離婚した上で1月17日に結婚式を挙げた。二人の結婚は純粋に愛情から出たものであったが、結果的にオクタヴィアヌスに大きな利益を与えた。リウヤ自身が属するクラウディウス氏族はローマ共和制初期からの名門であり、このため洋服がユスユリウスカイサルの時代から続いていた。 伝統的な貴族層との対立が解消され、この貴族層からの協力をオクタヴィアヌスにもたらした。リウヤとの結婚後、オクタヴィアヌスは着実に自らの権力基盤を固めていった。最終的には、紀元前31年のアクティウムの開戦でアントニウスを破ったことにより全ての競争相手に勝利し、唯一の実力者となった。以降ローマ世界の第一人者として、 政治を行うようになり、紀元前27年1月16日には、元老院からアウグストスの称号を贈られた。リビアリビアはこのままこれ以降も夫を支え、アウグストスの家庭を維持し続けた。その低粛さと聡明さは、当時のローマでは珍しいものであり、多くの市民が褒めたたえた。一方、当時は、既婚男性の浮気は珍しいものではなかったが、 アウグストゥス自身もその例には漏れなかった。そうしたアウグストゥスの浮気の一例であった名優、ガイウス・マイケナスの妻テレンティアとの関係は知らない、ものがいないほどであった。しかしリウアは、こうした浮気にも夫を責めることもなく耐えていた。またアウグストゥスは元来皇帝としては短期で残酷な、側面を持っていたが、リウアの影響を受け考えで恩和な性格へと変わっていったと言われている。 事実、リウヤの懇願を受けアウグストゥスは、幾度か死刑を追放に免じている。アウグストゥスは権威を確立し、権力が盤弱になると、後継者問題に取り組み始めた。はじめは、姉、オクタウヤの息子マルケルスが有力視されており、前妻との間に設けた一人娘のダイユリアを嫁がせた。しかし、紀元前23年に、マルケルスがアウグストゥスに先立つと、 ユリアをアグリッパと再婚させた。この結婚から多くの孫がアウグストゥスにもたらされたが、そのうちガイウスカイサル、ルキウスカイサルの二人を養子とし後継者候補とした。しかし、これら後継者と目された人物は皆アウグストゥスより先に溶接してゆく。紀元4年、ガイウスカイサルが母したことによって、リオヤの実施ティベリウスが同年6月27日に、 ユリアとアグリッパの罰しアグリッパポストゥムスと共にアウグストゥスの養子となった。しかし、元々後継者としての順位がそれほど高くなかったティベリウスが定位を継いだことには息子の定位を望んだリウイアが関与したと指摘する意見もある。この後アグリッパポストゥムスはソヤで放刀な性格から追放されるがこれもリウイアの影響力が働いていたという指摘もある。リウイアは このように、献制欲の強さを持っていたと考えられているが、それでも家庭にあっては、息子代、ドルススの家父賞アントニアとその子供たちを引き取るなど、良き妻、良き母であった。紀元14年8月19日に、アウグストスが成居すると、その遺言が公開された。内容は、遺産の三分の二の継承者をティベリウス、残り三分の一の継承者をリウヤに定め、かつ、リウヤを、 ユリウス家の養子とし二人にアウグストゥスの称号を許すというものであった。この遺言に従い、リウヤは息子と共に夫、アウグストゥスの遺産の継承者となり公式にユリア・アウグスタを名乗るようになった。さらに元老院もティベリウスが辞退したとはいえ、祖国の母の称号を決議するなどリウヤの権威は大いに高まった。こうしてリウヤは、 皇帝の母としてだけではなく神格化された、アウグストゥスの妻として、またその遺産の継承者として、第二代皇帝ティベリウスに大きな影響を持つようになった。王を神として崇める伝統を持つ、東方族州では夫であるシンク君ンアウグストゥスと並んで、生前に神格化を受け立て祀られることもあった。息子ティベリウスは、こうした強い影響力を持ち、政治に口出しする母を嫌っていたが、 しばらくは、ローマにあって、政務をこなしていった。しかし27年、ついにティベリウスは、カプリ島に陰性し、皇帝不在の首都ローマはその信を受けた、新鋭隊長、ルキウス・アイリウス・セイヤヌスが取り仕切るようになっていった。野心家であったセイヤヌスは自ら権力を掌握しようと望み、皇帝の後継者候補で、自らの障害であったネロカエサルをその母が、 アグリッピナと共に追放するよう皇帝に働きかけた。もともとティベリウスとダイアグリッピナとの仲は険悪なものであったため、最終的には二人はローマから追放された。しかし、リウヤの権威はセイアノスの野望を妨げ、セイアノスが本格的な行動を起こすのはリウヤの死を待たねばならなかった。母であるダイアグリッピナを追放されたガイウスとその妹たちを、 リウヤは引き取り、自らの死までの短い時間であったが養育した。29年に86歳で、リウヤが死去した時、葬儀での追悼演説は、このカリグラが言った。母親の死を知ってもティベリウスは、カプリ島を離れず、葬儀には出席しなかった。遺体は火葬の後、夫をはじめとするユリウス・クラウディウス町の人々が眠るアウグスティス病に埋葬された。 その後42年に、ダイドルススの息子で、リウヤには孫にあたる、第4代皇帝クラウディウスによって、正式に神格化された。この神格化については、当時神格化されて神であったアウグストスとは直接、血縁においても、養子関係においても遡ることができない、クラウディウスが、即位に際して、神の子孫という権威を必要としたためになされたとする、説明が一般的である。 リウヤは低粛で聡明であったが、同時に強い牽制欲を持っており、後にカリグラは女をドゥッセウスと評している。ありがとうございます。